はい、こんにちは、タートルです。今回はね、このちっちゃいボールを使ってですね、このゴムのボールね、これを使って太ももの前側がですね、筋肉質な女性におすすめなトレーニングを紹介します。で、まずですね、ももの前側が筋肉質な人の原因、基本的にはですね、成長期に運動部にいた女性が結構ももの前側が筋肉質な足になってることが多いです。で、そのまま大人になっていくとですね、どういうもものトレーニングをしても結構ももの前側ばっかり使う意識になってしまって、足がね、太くなってしまう場合があります。あとはランニングしてる人なんかでも結構ももの前ばっかり使っちゃうんで、足を細くしたいのに足が細くならないっていう場合が結構あります。なので今回はそういったももの前側を筋肉質な足を華奢な足にして、そしてももの裏側を鍛える方法を紹介しようと思います。で、まずですね、体が柔らかい人はしっかり膝を開いて、足を開いてね、こういったワイドスクワットをすればですね、ももの裏側とかお尻が鍛えられるんで、ももの前側のね、筋肉質の張りがだんだん落ちてくるんですが、足が広がらない人、体が硬い人はね、膝が開かないんで、どうやってもももの前側を使ってしまいます。それで結構足を細くしたいのにスクワットしてるのに逆にね、太くなっちゃうっていうパターンが結構ね、多いです。そういった人におすすめな、今日はももの裏側をしっかり使えるエクササイズ紹介しようと思います。そしてこのボール、もう一つね、使い道があります。ふくらはぎを鍛えるのにもとっても効果的な方法です。少し柔らかめにした状態で、この状態でですね、つま先をしっかり上げてですね、体は後ろよりもできるだけまっすぐに立ちましょう。で、この状態でボールを踏んでいきます。こういう感じで両足踏んでいきます。こういう感じでですね、今みたいにここで足の甲でですね、踏んでいくっていう感じでふくらはぎを鍛えると、形の綺麗なふくらはぎになります。一般的にはですね、かかとを上げたりとか、あとはハイヒールを履いている人、足首は細くなるんだけど、一気に太くなっていくししゃもみたいなね、ふくらはぎがポコッと膨らんだふくらはぎになっちゃうんで、そういうならないためにもね、こういったボールでですね、床よりもつま先を上げた状態から踏んでいく。そうするとね、ふくらはぎの形が下からだんだんと太くなる。綺麗なね、ししゃもの足にならないんで、こういった感じでふくらはぎを鍛えるといいです。そしてあとはじゃあ今から、ももの裏、鍛える方法を紹介します。はい、こういった椅子を使います。椅子にですね、ボールを置いて、その上にですね、足を置きます。ちょっと危ないんでね、気をつけてください。で、これでですね、ここから、ぐーっと、ボールを軽く踏んづける気持ちで、そうするとももの裏がしっかりね、硬くなってるのを確認してください。これで戻ります。またぐーっと踏んで戻ります。この時にボールの真上に行ってはダメです。膝の位置がボールの真上に行ってしまうと、もものね、付け根の方を使っちゃうので、この角度が90度にならないように80度ぐらいの位置でですね、ボールをしっかり踏んづけましょう。ぐーっと踏んづけます。この時にももの裏をしっかり触ってみてください。硬くなってるか触ってください。で、ももの前側、上側触ってみてください。上側は柔らかくて、下側が硬くなったらタートできてます。で、戻ります。またぐーっと踏んづけたら戻ります。反対の足も一緒です。膝の位置がボールの上に行かないように、80度ぐらいの角度でボールを踏んづけます。で、このボールがやっぱりグラグラするので、足の裏の使い方もね、重心もできてきますんで、そういった面でもこのボールはね、効果的です。ぐーっと踏んづけます。で、ももの裏側触って、上側も触って、上側が硬くなってないように、下側が硬くなってるように踏んづけて戻ります。ぐーっと踏んづけて戻る、ぐーっと踏んづけて戻る、といった感じにやります。はい、お疲れ様でした。今みたいにこういったボールを使って効果的にエクササイズをやってみましょう。これなんかね、多分1000円しなかったと思います。安く売ってるので、そういったものをね、しっかり使ったら効果的にトレーニングできますんで、今みたいにふくらはぎをまず鍛える、そしてももの裏を鍛える、ももの前側をね、使いやすい人は本当に結構大変だと思います。何してもももの前が張っちゃうんで、
しっかりももの前を使わないようにストレッチをするとか、しっかりマッサージをするとかしながら、ももの前を使わないエクササイズをしっかりやっていって、ももの前より後ろが鍛えられてくると、いろんなトレーニングしてもももの裏を使いやすくなってくるので、ももの前の張りはだいぶ落ち着いてきます。なので今回みたいにね、ボールを使ってしっかり膝の位置確認してですね、何度もこの動画見ながら90度ならないように80度ぐらいでしっかりボールを踏んづけるっていう風にやっていくと効果的です。でボールがなかった、例えば椅子の上で今みたいにやってもですね、ももの裏はあんまり鍛えられません。ももの上に力が入りやすいです。なのでボールをやっぱり使ってください。ぜひね、頑張ってみてください。コメントとかね、ぜひください。よくね、筋トレの動画とか載っけてますが、うちのジムではですね、ほぼ女性がいっぱい来てるんで、なので女性向けなね動画が多いかもしれませんが、まあ男性も、例えば足が気になる、足細くしたいとか、デニム履いてもももがパンパンになっちゃうとかね、ああいった悩みがある人は、今回みたいな動画も向いてるんで、ぜひやってみてください。ツイッターのフォローとかね、あとはコメント、ぜひください。結構動画からコメント来るんですが、ツイッターでコメントしてもらった方が、こっちも気づきやすいので、もしツイッターやってる方はね、ツイッターでフォローして、動画を載せたらツイッターにも行きますんで、そっちでツイートしてもらった方が大体返せます。動画のコメント結構見えなくなってくることもあるんで、返せない人も多いと思うんですが、まあ、気づけばもちろん返しますんで、ぜひよろしくお願いします。太陽が沈む前にチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV でした。